こんにちは、犬の助ハグの川島です。本日も犬の助ハグのトレーニングの様子を実況解説していきたいと思います。はい、本日はトイプードルのももちゃんのトレーニングをしていきます。はい、まあ、とてもすごく臆病で、ちょっと人見知りもありで、すごくねこう繊細な子なので、ちょっとねもう尻尾も巻き気味で、常にこう緊張気味の様子ですね。まだちょっとこれあのお預かりして間もないこともあって、全然もう尻尾が上がらないんですけれども、はい、クレートの中はもう自分から飛び込んで入っていくぐらいな感じにはなってますね。まあちょっとね、表に出てるよりも安心なんでしょうね。はい、まあクレートの中に入れると最初の方ちょっと手に対して噛みついてきたりだとか、後ろが守られてると結構強気に出てくるので、そういうのがあったんですが、まあ今もう全然そういったことはないですね。こういうふうにあのちょっとねお尻を触ったりとか、もうやめてほしいなっていう時になると、結構口がねあの出てくる場合が多々あったので、ちょっとそういうところも我慢させながらね、まあ、あまり怖くさせすぎるともちろんそれは出てしまうので、もうちょっとそれにも慣れてもらわないといけなかったりとかするんでね、トレーニングする上では。はい、でまあちょっと時間をかけて進めてるような形です。はい、で仰向け抱っこでこうリラックスさせてあげる時間を、まあもう常にね落ち着いてはいるんですが、体全体を触る練習も兼ねてやらせていただいてます。で結構触られると嫌な場所って、まあ、先端部分神経が集中している部分は、結構そういう触られると嫌だなっていう行動が出やすい場所になるので、もう普段から触る練習は、まあ、こうならないようにですね、心がけてやっていただければと思います。はい、まあ、ブラッシングとか、まあ、耳掃除で、特にトイプードルちゃんなんかと涙やけですねとか目やにとかが結構出るので、目頭の付近とかも触れる練習をしておきましょう。はい、自分から入ってきましたね。自分から入ってた時に1回で終わりにしてしまってもちろんいいんですけれども、できそうであれば何回も何回も繰り返していただいて、はい、はい、で入っていけたら中でよしよし褒めていただいておしまいです。はい、それでは今回の動画は以上になります。高評価、チャンネル登録お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。